南さん、なんかプランを、プランニングは、プランニング、全体のプランニングですか、イメージセンスだよな、イメージセンス、イメージで言うと、なんですけど似顔絵はあった方がいいですね。そうですね、あの笑ってる顔はこう1個描きたくて、でひまわりを描きたくて、あといっぱい花が欲しいなっていう気持ちです。はい、なんかひまわりがあの好奇っていう花言葉があって、なんかここから離れていった人たちも光り輝く未来があるようにみたいなの花言葉もあるんで、まあ、お花と笑顔で溢れてほしいなって気持ちがあればいいんじゃないかなって思ってます。チェス、皆さん楽しくよろしくお願いします。はい、行きますか。行っちゃって、行っていただいて、行っちゃって、行っていただいたら、じゃあどんどんと何色にしようかな。これ難しいんだ、ボコボコしてる。なるほど、ボコボコしてるのね。いいですね、音符とかいいですね。ひまわりいっちゃうよ。ひまわり、ひまわり、みなみちゃん描くんじゃないの。いや、ひまわりちゃってくださいよ。ひまわりどんどんください。みなみちゃんね、お花いっぱいがいいって言うから。お花はいっぱい欲しいですから。あ、どうぞどうぞ、もう全然全然、はい。なんか怖い。かわいい、すごくかわいいですね。お花かける。なんかどでかいのボンってあってもいいっすね。なんかどでかいだろう。どでっけ、花とか脇なのか。何何変な声が出てきた。お願いがあります。赤に丸をないね、白がない、白がない。周りに線を描けばもう声出せない。あーとか言いながら声だけ色がいい、どでかく。ちょっと一回もし間違ったら塗りつぶせばいいよね、うん、いやもう本当そうっすよ。いい感じだね。お、本当ですか。特にあっち見てからこっち見たら完璧だよね。いやもうこれもう女子の、あでも明るくていい感じだよね。女子の力が総結集された、うん、皆さんすごくお上手で、うん、センスだよね、この木の辺とかね。お、センス、我々のセンスが光ったということで、うん、全然いいです、ありがとうございます。ありがとうございます、嬉しいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。4時間あっという間でしたよ。あっという間でしたよね。楽しかったです、すごく。絵も変え、草刈りやって、草刈りやってみんなでお弁当食べて帰って、うん、充実してましたね、すごく。高村さん、普段もうそのボランティアで割と、まあ、これじゃなくても参加されたりとか。ボランティアというか、こう AKB48 にいるときは支援活動ということで、その AKB が立ち上げたプロジェクトの中で月に1回メンバーが5、6人ずつ訪問させていただくっていう活動をしていたので、もちろん毎月自分が行ってるわけではなかったんですけど、多分在籍中に7回とか月にこう行って皆さんにお会いしてっていうことをやってたんですけど、こうボランティアっていう風になると、そういうこういう形でやったことはあんまりなかったです。はい、まあね、最初にもちょっと僕聞いたことで重複しちゃうんですけど、はい、やっぱこのロッコプスの仕組みってすごい他のボランティアとは違うかなっていう、うん、そうですね、やっぱりこう何かやってみたいけれども何か手が伸ばしづらいこのボランティアっていう、まあ、特に日本の中でですけど、ね、なんかボランティアイコールなんか偽善なんじゃないかっていう人とかもなんかいるじゃないですか、悔しいですけど。でもこのロックポップスのその音楽と社会貢献っていうのが一つになっている中でなら、あのチケット
をライブのチケットをこうもらいに行くんだよっていうような、まあ、ある意味ちょっとした言い訳にもなるし、何かこうきっかけになればいいんじゃないかなって。ボランティアってすごくやってみたら、なんか喜んでくれる人が誰かいて、すごくやりがいのあるものなので、今日来てくださった20代や30代の方たちが、皆さんが、まあ、福島今回地元の方多かったですけど、あのいろいろ各場所から来てくださった皆さんは、自分の土地に帰った時に楽しかったよっていう風に言ってくれされば、また来年につながりますし、もっともっといろんな人がね、足を運んでボランティアっていうものがもっと身近にあればいいなと思います。9月3日、うん、あれですよね、高見さんもステージに立って。そうですね、あの公式アンバサダーとして MC もさせていただきますし、もしかしたらちょっとステージにちょっと立つ機会もいただけるのかなっていう感じなので、皆さんと一緒に打ち上げですから、お疲れ様っていう気持ちでね、はい、3日は迎えればいいんじゃないかなと。で皆さんに今からあの高橋みなみさんからですね、こうチケットの引換券を皆さんお配りしていただきます。河合雅美さん姉さん姉さん、やめてください、この流れ。お疲れ様でした。お待ちしておりますよ。うれしい、すごい。平山俊恵さん、お疲れ様でした。すごいですよ、今日朝揃えてきてますから、これは。ありがとうございます。どこに行く気なんですか。ありがとうございます。